はい、どうもリンナマンです。今日のテーマは成功に絶対必要な3つの条件をマスターせよというねお話をしていきたいと思います。まあ成功というのは定義が本当はないんですけども、まあ、僕自身も成功ってなんだってちょっと思うわけですけども、あえて今日は分かりやすく成功という言葉をちょっと使ってみたいと思うんですが、成功っていう漢字をちょっと逆から読んでみてください。功を成し遂げるって書きますよね。つまり今日のテーマは何かを成し遂げてこられた方たちが必ずやってきた3つの共通点みたいなねお話をしていきたいと思うんです。ただ毎日ね闇雲に頑張っていても無駄な努力になることって多いですよね。日本人って言ったらみんな努力してるし、皆さんだって頑張ってらっしゃると思うんですよ。ところが無駄な努力を頑張っていてもなかなか次のステージに進むことっていうのはできませんよね。まあ僕自身もそういった方たちを数多く見てきました。例えばこんな話はどうでしょうか。魚をすくうってお仕事があった時に、網でね魚をすくうって仕事がありました。でもその網が穴が開いてたとします。100回すくっても1万回すくっても穴が開いてる網ですくったら魚が逃げていきますよね。まあそれを何回も何回も努力してうまくいかない、辛いとかね涙ながらに言われても、これって皆さん無駄なね努力だと思いませんか。努力とは本来魚を何度も何度も網ですくうことではなくて、まず網を補正していくってことが大事ですよね。なので今日はねそういったお話をしていきたいんですけども、でも僕も自分自身がね若かりしき頃にこう思っていました。いやもう本当に頑張ってんだけど全然うまくいかないし結果が出ないなと、こんなに頑張ってんのになんでうまくいかないやろっていう、まあそういうふうに悩んでた時期があったんですよね。多分今日もこうやって動画を見てくださってる皆さんの中にもそう思ってらっしゃる方たくさんいると思うんですよね。で僕は変わりたくて変わりたくてしょうがなかったので、まあ、当時自分なりに考えて、能力開発セミナーを探したり自己啓発セミナーに行ったり、まあ、本も通算で1000冊以上は読んでると思います。まあ当時たくさんの時間とたくさんのお金をね使い、たくさんの経営者にも会いに行きましたし、成功者と言われる方たちにも会いに行ってみました。でそこでねたくさんの人の話を聞いているうちにあることに気づくわけですよね。なんかそのうまくいってる人たちって共通点があるなってことに気づくわけですよ。そのうまくいってる人たちが必ずやってこられてきたいくつかの共通点っていうのが僕自身で分かりましたんで、これはね今日お届けしたいと思うんですが、これを無料で 見れる皆さんは本当にラッキーだと思うんですね。だって自分は時間とお金をたくさん投資してここまで来たわけです。でもこれ本当に大切な皆さんにお伝えしたい3つの共通点がありますんで、今日はねこれをまとめてお話したいと思います。ではまず1つ目からいきたいと思うんですが、1つ目は考え方です。もうね考え方が全く違います。この考え方っていうのは本やセミナーで学べることですよね。こういう考え方がうまくいくよっていう、まあ考え方はスマートフォンで言えば OS みたいなもんです。 Windows95 のように常にこうバージョンアップしてますよね。 OS っていうのは僕たちの考え方もバージョンアップが必要なわけですよ。例えばお金を稼ぎたい、自己実現がしたいとか、コミュニケーション能力を上げたいってもし思ってらっしゃる方がいるんであれば、まずこの OS のバージョンが低かったら新しいテクニック、まあスマホでいうとアプリケーションが入ってこないってことですよね。早くこの考え方を習得して新しいアプリが入っていくような OS を手に入れていくってことが大事です。まあ能力ではなく能力ですよね。考え方がすごく大事だってことです。じゃあこの考え方を習得するために大切なことは何かっていうと、例えばこれをスペイン語をマスターしていくということをちょっと仮定して話すとね、話せるようになるスピードと同じなわけですよ。スペイン語がネイティブにどうやったら早く皆さんスペイン語を話せるようになりますか。まあこれ簡単なことで、スペイン語圏に移住していくか、スペイン人と恋愛を始める、こうした方が早いと思いませんか。つまり環境っていうのがものすごく大事なんです。で毎日毎日このスペイン語圏にいてみてください。やっぱり1年ぐらいかかると思いませんか。考え方を変えるのは1回のセミナーやこんな1回の動画では変わらないわけです。しかもこの1年っていうのは時間なのでね、毎日1時間も1年だし、毎日10時間も1年です。つまりその時間っていうのは量と密度が大事、大量に結果を出したければ大量に行動しなきゃいけないってことですよね。皆さんが成し得たい環境、もうそれを持ってる人たちを探してね、その環境に入り居続けるってことが大事なんです。そこにいるのではなく居続けるってことをね意識してみてください。では2つ目いきましょう。2つ目は手段です。最高な考え方を皆さんが持ってたとしましょう。もう最高峰の知恵を持ってると、
で、手段がないと始まらないわけです。例えば皆さんがコンビニエンスストアでお仕事を始めたとします。そのコンビニの中で最高位は店長っていう仕事しかないわけですよね。まあその知識があって賢い人はコンビニで働かないとは思うんですが、まあ野球とソフトボールって似てるスポーツじゃないですか。で、野球選手って10億円とか稼いでる人います。ソフトボール選手を調べたらね、年収500万ぐらいだっていう話を聞きました。上から投げたら10億円、下から投げたら500万円。この手段は本には書いてありません。田中さんは何をしなさい、佐藤さんはこの仕事をしなさいって書いてないんですよね。じゃあどうすればいいのか。これは自分がなりたいって思ってる人たち、それを成し遂げた人たちに考えないで聞くってことが大事なんです。つまりメンター、人生の師匠、ナビゲーターみたいな人が必要ってことですよね。3つ目は情熱です。成功に最も必要なものじゃないかなと僕は思っています。情熱っていうのは英語でパッションって言いますけども、熱量が高いわけです。つまりエネルギー値が高いと。今日話す3つのポイントの中で僕は最も重要じゃないかなと思うんですね。過去にたくさんの方たちをセッションしたりコンサルをしてきました。その中で成し得た人、成し得なかった人がいるわけですが、成し得た人たちが必ず持っているのがこの熱量、つまり情熱が高いということですよね。もうスキルじゃないし資金力じゃない、そんなものはつけていくものですから、何が何でもやりたいっていうね、この熱量が高い人たちがやっぱり成し遂げていくし、逃げずにその壁をぶち破っていくわけですよね。まあ、例えば今日この動画を見ている若い男性なんかは、若い時はね、25歳以下とかはこんな感じでいいと思うんですよね。俺は車が欲しいんだと、女を抱きたいんだ、服が欲しいんだ、モテたいんだっていう、この欲求っていうのは熱量と直結してますから、まあ、こんな特徴もあると思うんです。まあ、あんまり若い時に人間力とかあまり哲学に走りすぎても、僕は欲から始まっていくことってあると思うんですよね。まあ、それもエネルギーなんで、食欲とか性欲も全部エネルギーですよね。じゃあどうやったら熱量がない人が熱量が上がるか。これはね、バーベキューで買った炭を思い浮かべてください。段ボールで炭を買ったとします。冷たくて真っ黒で火つけるの大変ですよね。その炭の真ん中に真っ赤に燃えた炭を1個だけ入れて24時間放置してみてください。その段ボールの炭全部、ね、1日後に真っ赤っかになっていると思います。つまり情熱は本やセミナーで習得することができないんですよ。お腹空いてない人にお腹空けって無理じゃないですか。熱量が高い人といると飛び火するってことです。だからもう何かに燃えてる人、夢中になってる人、目指してる人のそばに行くってことですよね。これすごく大事なことです。ただ熱量が高い人たちといるとこんな現象も起きるわけですよ。周りがもう真っ赤っかに熱いんです。真っ赤っか、自分はまだ冷たいのに真っ赤っかな人たちの中にいるとなんか居心地悪いって感じますよね。ところがこれはこういうことなんです。今皆さんが居心地がいい人っていうのは今の自分と同じレベルの人たちですよね。未来なりたい人たちの環境の中に入って居心地が悪い、最初は悪いって感じるわけですよ。それはなぜかというと足りないからですよね。もうすでに今自分はここにいて、ここにいる人たちといたらそれは居心地悪くなるわけですよ。これは未来自分がなりたい人たちの新しい当たり前、新しい常識、新しい居心地がそこにあるだけなんです。つまりこの足りないという違和感は、自分には向いてないとか合わないなこの人たちと、そういう感覚っていうのは成功の証、成長の証ってことですよね。まあ成長痛って言葉もありますが、まあとにかく情熱とはですね、何が何でもやりたいこと、もうね、論理じゃないです、テクニックでもないです、もう何が何でも俺は成し得たいんだっていう、その熱量がある人たちがやっぱ成し遂げていくんですよね。そしてエネルギーっていうのは面白いもんで、こうやって渦を巻いていきます。例えばエネルギーが高い渦を巻いてる人たちにね、ディズニーランド行こう、サーフィンやろうって言われたら、なんか巻き込まれて行きたいと思いますよね。この何かを誘うとか、そのコミュニティを作っていく人たちっていうのは、このエネルギー値が高い、つまりエネルギーというのは渦を巻きやすいので、こう巻き込んでいく、巻き込み力みたいなものがたくさんあるってことですよね。はい、では今日のテーマをまとめていきたいと思います。1つ目、考え方。2つ目、手段。3つ目、情熱です。この3つをぜひね、皆さん意識してね、自分がなりたい未来、そしてビジョン、計画、目標、それに向かって頑張ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。